飛べない社畜。はい、はい、新婚旅行中、ブログのために社畜 T シャツを着て写真撮影をしていたら嫁にドン引きされたけん。スーツケースに詰める時の段階ではこれをピンクの文字が見えないように裏に畳んでそっと入れといて、いざちょっとハワイでトレッキングというか滝を見に行くためになんか山登るみたいなやつをやったので、その時にしれっと中にちょっと T シャツを着といて、で滝についてそこで上の服1枚脱いでえみたいな持ってきてたもんね。うん、そうやでってちゃうねん、仕事でちゃうねんって言って言いながら、ちょっとごめん、何枚か撮ってほしいとか言いながら嫁に写真撮影を頼んだというところで、まあ、結構ドン引きしてたのかなと。私も嫌ですね、ちょっとでも自分の旦那が社畜って書いてるんですよね。でもね、あのだからここも社畜なんだよね。ちゃんとやるよ、ネタになるだろうって思って持ってっちゃって、本当やっちゃうところがもう染まってると。かわいそうですね。うん、そう。